それでは次のバチラーの方お願いします。小和田さんです。前へどうぞ。小和田雅人さんです。紹介していただく本ですね、タイトルが20円で世界をつなぐ仕事という本になります。準備は大丈夫ですか？はい、はい、それでは始めます。用意スタート。皆さんこんにちは。現代政策学部2年の小和田と言います。私が今回紹介する本はこの20円で世界をつなぐ仕事という本です。内容はというと主に NPO の組織について書かれているのですが、皆さん NPO っていうのはご存知ですよね。で、 NPO って正直なんか堅苦しいなとかそういうイメージがあるじゃないですか。例えばこう真面目な人たちしか活動していなかったりとか、もう本当に意識の高い人、もしくはもう社会貢献ですよね。もう奉仕活動の一環としての NPO がこう認知されていると思います。そんな中で私が今回この紹介する20円で世界をつなぐ仕事は、そんな NPO の概念を変える一冊として書かれた本です。この20円で世界をつなぐ仕事、この20円って皆さん気になった方いらっしゃいますよね。実はこの20円っていうのはこの仕組み、例えばこの小暮雅久さんっていう著者がいるんですけど、小暮雅久さんが運営しているテーブル42っていう NPO の内容についてのこのキーワードなんですけど、実はこの20円っていうのは寄付金なんですよ。で、このテーブル42っていう組織についてちょっと今語ってみたいと思います。このテーブル42という仕組みは、この一文にあります通り、企業の社員食堂のカロリーを抑えたヘルシーメニューを加えてもらい、その代金のうちの20円が開発途上国の子どもたちの給食1食分として寄付される。そのことで貧困とメタボリックシンドロームという2つの社会課題を同時に解決することを目指すという NPO 法人です。で、これ何を言っているかというと、例えば先進国ってもう食が溢れてますよね。こう日々カロリー過剰という現状を抱えています。で、そのカロリー過剰を解消しつつ、先進途上国の足りないカロリーをこの先進国で賄うという仕組みです。簡単に言いますと、このヘルシーメニューを先進国で提供することによって浮いたカロリーを開発途上国に送るという仕組みです。で、この20円というのは何か、これは開発途上国での給食1食分の値段です。20円という値段を聞くとなんだかすごい、これなら簡単にできるなって感じませんかね。今までの NPO だったりすると、こうなんかもう自分たちが主体的に関わっていかなきゃいけないという概念があったと思うのですが、実はこのテーブル42というのは、そのテーブル42に協賛していただいている企業、例えば学校など、実は城西大学でもやっております。で、テーブル42と提携しているメニューを食べることによって、そのうちの代金から20円をアフリカに寄付するというものです。で、20円ってもうすごい身近ですよね。これなら皆さんなんか参加してみようっていう気になりませんかね。で、このテーブル42というのは、その日本人が作った正真正銘の日本人初の仕組みとして今注目されています。で、そのテーブル42について書かれたこの本で、私が一番なんていうんですか、うなったというか、革命が落ちたというか、ちょっと大げさですけど、一番気になった部分についてちょっと紹介してみたいと思います。NPO としてのビジネス、 NPO がビジネスになりうるということは皆さんご存じないですよね。確かに NPO といってもやっぱり社会貢献、福祉活動っていうイメージが強いと思うので、皆さんご存じないと思うのですが、ちょっとこの一文を読み上げてみたいと思います。だからいいことをするべきだというのではなく、こうすれば大して無理をしないでいいことができますよ。あなたの気持ちをこういう形で届けますよ。そう言えるだけの仕組みを用意すればいい。そうすればみんな喜んでその仕組みを使ってくれるはずです。社会起業家というのはそういう仕組みを作る人なのだと僕は思っています。仕組みを作り、新しい価値を生み出し、上がった利益を最適に配分する。そう、それはまさしくビジネスです。ただ仕組みを作る目的が普通のビジネスとはちょっと違うだけなのです。こういう話を聞いてくると、 NPO が十分ビジネスとして活用していく、いや活動していけるという組織だと認識し得ますよね。私は実際この城西大学テーブル42サークルというものに所属しておりまして、実際に学食さんと提携してメニューを販売させてもらってます。そうした活動を通じてテーブル42のことを理解する上で、この20円というのがいかに日本先進国と途上国をつなぐ
大きなものとなりうるかというのを実感してまいりました。そして最後に、城西大学でもさっき説明しました通り城西大学でも活動しておりますので、皆さん一度学食をご利用になってテーブル42のメニュー、そしてたった20円で貢献できるという仕組みをご利用になってください。ありがとうございました。ありがとうございます。ではディスカッションの時間になります。質問のある方手を挙げてください。よろしくお願いします。はい、あのテーブル42の42ってどういう意味ですか？あ、そうですね、それちょっと紹介が欠けましたね、はい、テーブル42というのはテーブルを囲んで向かい合う、要するに先進国の人たちと発展途上国の人たちが一つのテーブルを囲んで向かい合うという意味でテーブル42と名付けられております。ありがとうございます。ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますか？お願いします。今あの本学でも取り組んでいるということですが、他大学でもやっているところは多いんですか？そうですね、実はこの TFT というのは UA というユニバーシティアソシエーションという大学連合というのがありまして、都内の大学を中心に月に1回、今は青山学院大学で活動しているんですけど、そういう大学連合というものがありまして、都内の多くの大学でありましたり、あとは最近だと関西の方の大学も積極的に取り入れているそうです。はい、ありがとうございます。他に質問のある方いらっしゃいますか？私からいいですか？はい、あの私こういう本とかあのそういう慈善活動というのはすごい好きで、将来の夢もつながってるんですけど、はい、あのこの本を読んでみて、で実際にはサークルでも活動されてるじゃないですか。今後なんか社会に出た後こういうことをしたいみたいな夢とかってありますか？そうですね、あの最後の話でこの TableFortwo という NPO 法人がビジネスになりうるという話をしたじゃないですか、はい、それで実際にこう NPO で働いてみたいという思いがすごい強くなりました。なるほどですね、はい、ありがとうございます。それでは皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。非常にあの世界の時事問題に関する内容とかも載ってると思うんですけど、今日はあの本当にいろんなバリエーションの本があって、ちょっと最後の方はハードルが上がっちゃうのかなっていう